絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばして。どうも皆さん、トップクリアーマインドの境地に到達しかけている男リュウです。さあ本日なんですが、シューティングスタードラゴンのを使ったデッキなんですけども、今日も、視聴者さんリクエスト企画となっておりまして、ほぼフルチューナーで5連打するデッキを作ってきました。ほぼフルチューナー、かっこほぼあのね、このモンスターってチューナーがめくれた数まで連打するっていう効果を持ってるわけですよ、デッキ5枚打ってね。だからデッキの中全部あのチューナーにしたら、まあ基本的には5連打できるわけですよ。でシューティングスターロードの効果で墓地にねジャンクコンバーター落ちてるんで、ジャンクシンクロン1体から、シューティングスターがつながるっていう、まあそういうことになってるわけですよ。今のデュエルリンクスぶっ壊れてるんでね。それにまあこれだけだとジャンクコンバーター、ちなみにこいつチューナーじゃないんで、こいつとかを入れてしまうとデッキの中にチューナー以外のモンスターが入っちゃうんで、5連打が難しくなっちゃうんですよね。なんで今日は極力チューナーがなくなるようにね、こいつを採用しまして、サイキックリフレクター。これね、一番偉いのはリフレクターのいいところは、これを召喚してバスターモードビースト持ってきて、バスタービーストでバスターモードサーチしてくると、これでもうチューナーがなくなるんですよ、デッキの中。あ、チューナーがなくなるじゃない、チューナーじゃないやつがなくなるんですよ。チューナーではないモンスターがこことここだけなんですよ、デッキの中で。サイキックリフレクターはこことここ消せますんで、デッキから。そうすると必ずデッキの中が全部チューナーになりますんで、ものすごいことが起きます。つまり5連打確定するってことなんですよ。最強かっていうデッキになってますね今日は。で最初はね、本当にこことここもなしで、リフレクターもなしで全部チューナーデッキでやってたんですけども、そうするとこいつを引けなかった場合マジで弱いんですよね。なんで、まあ、一応ジャンクシンクロンみたいなもんなんで、リフレクターも6枚体制みたいな感じにして、ある程度安定感を出しながら5連打していくっていう、まあ、そういうデッキにしてきました。はい、結構決まります。リフレクターから入ったらだってさ、5連打確定するんだぜ、やばくね。ちなみに、シューティングスターロードのスキル固定なんで、5連打っていうスキルは使えませんけども、万が一ね、5連打して勝利するっていうスキルをね、使えるようなそういう構築ができたら、フルチューナーでこいつ5連打して勝てるっていうデッキもできるかもしれない。ちょっとまだ俺は構築力がなくてそれはできないけど、早速ね、今日はフルチューナーデッキね、シューティングスターのスターダストミラージュ、何バカな合計5回の攻撃だとやっていきたいと思います。プラシロさん処刑していきましょう。デュエルスタンバイ、さあ行くぞブルーノ、俺に力を貸してくれチーム 5Ds のみんな。まあ悪くはないがチューニングガムを捨てて演武天気。なるほど、演武天気だと。ガネーシャ造成、何造成だと。これはシンプルに遠征じゃないか、いいね遠征。これ多分砲撃の絆ですね、スキル永続魔法の数かける200だけ、300か、300打点がアップするよっていう。さあ統計効果、遠征の効果で特殊召喚された、解説します。一応頑張って、一応遠征は練習したんでちょっとだけ。統計は遠征モンスターの効果で、遠征このモンスターが特殊召喚されると遠征をサーチできる。で点数は召喚系が1個増えてます。はい、で統計効果、点数を墓地に送ることによって、演武、魔法トラップをセットできるよっていう効果ですね。さあこれで何をセットしてくるか、同盟儀式ですね、これ儀式魔法で、造成効果は墓地の演武を戻すと、遠征をサーチできるっていう効果。はい、でランセ、はい、ランセ儀式ですね、これね、儀式遠征だと思います。儀式遠征結構強いんですよね、エランセイの効果強いんで。このエランセイの効果なんですけど、一旦一度、モンスターの効果を無効にできます。コストとして遠征か、演武を墓地に送ると。あ、これ強いね、めっちゃ強いわこれ、ぶん回ってるってやつや。エランセイでモンスター効果無効にしてくるプラス、これ多分方針だよな、遠征行方針、はい、で方針特殊召喚成功時効果でデッキから遠征レベル3、遠征じゃなくてもいいんだけど、レベル3の炎属性モンスターを特殊召喚するっていう効果ですね。はい、でシープなんだっけな、
同盟カードが自分の墓地に存在しない炎武魔法トラップを、セットできる。なるほどね。でこれでまあ魔法トラップなんだろうな、まあ、トラップカード信徒とかですかね、天剣。なるほど、まあ、信徒とかは魔法トラップ使わないんでこっちあんまり関係ないんですけど、天あれです、あれはね、対象に取れなくなるっていう効果です。メインフェーズ中モンスターを、遠征モンスターをで、こうして、でオライオン効果で、でこれで一回ねモンスター効果踏みに行きます。モンスター効果踏みに行ってジャンクデストロイヤー出しながらエラン星の効果踏みに行こうと思ったけど、エラン星効果で墓地に送ることによってオライオンの効果無効になっていくと。ということはつまりこれが通ると、サイキックリフレクターを召喚、サイキックリフレクターのモンスター効果発動、サイキックリフレクターのモンスター効果によってバスタービーストをお手札に変える。そしてバスタービーストの効果発動、バスタービーストの効果によって俺はバスターボードを手札に加える。つまりこれにこのムーブをしたことによって俺のデッキの中のモンスターは全てチューナーになった。俺がフルチューナーデッキ、過去ほぼフルチューナーデッキ。俺はレベル3を上げてバスタービーストを特殊召喚、そしてレベル7のバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。集いし願いがどうのこうの、シンクロ召喚、スターダストドラゴン、そしてスキル発動、シューティングスターロード、シューティングスターロードの効果によってフォーミュラーシンクロの特殊召喚、そしてスターダストドラゴンレベル8にキーボーの力、フォーミュラーシンクロもチューニング。集いし目の結晶がどうのこうの、これ召喚ムービー見ていいですかね僕サレンダーされそう、将来せよシューティングスタードラゴン、多分サレンダーされそうなんでちょっとさっさとやります。シューティングスタードラゴンのモンスター効果、1枚目チューナー、2枚目チューナー、3枚目チューナー、4枚目チューナー、5枚目チューナー。このモンスターは一度バトルフェーズ中に5回攻撃することができる。バカな、合計5回の攻撃だと食らえプラスド、ね、そんなカード知らん、ぶち殺せ。シューティングスタードラゴンの攻撃、スターダストミラージュ、スターダストミラージュ、スターダストミラージュ、ゴーレンダー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 、グオレンダー、グオレンダー。さあお相手の方、本気のデュエル、いくぞ。サンダードラゴンですかね、多分はサンダードラゴンでしょう。リベルは割とキャラクター的に分かりやすくていいですね、サンダードラゴンだろうなっていう感じになるんで、ただサンダードラゴンだとは言っても別に何か何ができるわけじゃないんですよね。このチューニングガム一応捨てるっていう結構強そうなムーブはできますけど、ギューってちょっと辛いはちょっと辛いです。レビオニアから高校で飛んでくなければまあいいかなっていう感じ。デッキ多分24枚でしょ、24枚だと多分普通のサンダードラゴン入ってないと思うから、控えの方の一般的ないわゆるサンダードラゴン、普通のなんか手札から捨てて同じやつ持ってるやつ多分ね入ってないと思うから、まあ高校でいきなりレビオニア飛んでくることあんまないと思うんだけど、まあ援軍入ってたらやばい。一応、シューティングスター、まあ、チューニングガムが落ちていて、シューティングスターになれるんで、まあ、割と強い場面ではありますよ私の場面は。シューティングスター界ではさあ、とりあえず獣はいいや、トレミスは別に、いくらでも、変身できますし、これってさ、相手メインフェーズに発動できるこのカードを含む自分フィールド上のモンスターを進行されて進行しますね。単一ついてないから、フォーミュラシンクロ何回も発動できるんで、多分別にトレミスじゃねえや、あいつなんつったっけ、バウンサー出てきても多分ね無限にシンクロ召喚できるから多分大丈夫。500万だけだかもしれないけど、はい。で雷獣竜、からの鳥はいんのかな。もうさあ雷電効果どうだ。これ多分いきなりレビューには飛んでいかないと思うんだよな、さすがに。もう消火器使ってるし。で、ここでシンクロ召喚したところで、目覚めやってもレビューには飛んでこないと思うんで、多分で大丈夫だと思います、多分。なんとかなる。あとは、5連打して、相手の手札誘発、まあ、クリボールだけきついけど、クリボールじゃなかったら多分ね、貫通できますね。雷鳥竜です。はい。で、フォトンストリックバウンスターでも別にいいし、おいで。
トレミスでも別にいいですよ。どっちでも結局変身できるので、それは大丈夫。フォーミュラー新居のは無限に新居紹介しますって言えるんで、何回も宣言できるんで、バウンサーは単一ですけど、フォーミュラーは単一じゃない。よし、いいぞ。バウンサーは効かねえ。500バーンだけ食らってやろう。メインフェーズ、フォーミュラーシンクロの効果発動。あ、でもあれか、開始のターンのシューティングスター取られるの。まあそれはいいわ。それめんどくせえな。開始のターンのシューティングスター取られるのか。だるいな。これあれか、オライオン引いてきたら今、フォーミュラーシンクロの効果発動、無限に変身しまーす。これ大事じゃないですよ、すいません。これ大事じゃないですよ、すいません。決勝が新たな進化の扉を開く。しっかりさす道となれ。アクセルシンクロー、将来せよ、シューティングスタードラゴン。絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだら行くのさ、マイウェイ。モンスターで攻撃だよ。いいえ。で、これは、あ、リフレクターか。リフレクター来たか。リフレクターはこれ止められるわ。大丈夫だ。これで、バウンサー処理できるわ。つまりシューティングスターのモンスター効果は絶対に通る。さあ、サイキックリフレクターのモンスター効果、なるほど、そっち止めてくんの。なるほどね、そっち止めていただける。なるほど、いいでしょう。さあ、これによってシューティングスタードラゴンの効果は通るようになったぜ。ただフルチューナーじゃねえ。いや、バスタービースト、うぜえ。フルチューナーじゃねえから、ちょっと本当にごめんなさい。これね、フォトンストリングバウンサーのせいだね。クリーボールだけチェックしたい。クリーボールない。オッケー、クリーボールない。クリーボールないのでかい。ベイルはあるか。ベイルはあるか。これは多分あれだろ、獣の方か。いいだろう。俺はあと3回の攻撃を残している。いけ、スターダストミラージュ。あるね、なんかあるね。でもこれは回収したライデンじゃないか。ライデンか。ライデンはいい。発動だよ。はい、あんのか、なんかあんのか、誘発あるのか。これで終わらせる。ない、危ない。神一人だぜ。さあ、お相手の方、プラスラッシュシロさんじゃないですか。上半身を引きちぎってやるぜ。俺のターン。あー、これ結構強いな。サイキックリフレクターを召喚。サイキックリフレクターの効果発動。リフレクターの効果によってバスタービーストを手段加え、そしてバスタービーストのモンスター効果を発動。ちなみにこれバスタービーストを引いてしまって、バスターモードも引いてしまっている場合っていう時も、クイックシンクロンでバスタービーストを捨てるっていうゴミシナジーが一応あるんで、一応そういうカバーはできますよ。ちなみにね、バスターモードが1枚しか入ってない時のカバーリング方法よ。これでレベルを3つ上げて、あ、やばい、危ない。3つ上げて、バスタービーストを特殊召喚、そしてレベル7のバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。いくぜ、新規の召喚、指導してないかどうのこうの。自重せよ、スターダストドラゴン。スキル発動、指導石、速度がどうのこうの。ほい。で、ガムポイ捨てしてあるんで、道端に。道端にガムポイ捨てしてあると、スターダストとフォーミュラシンクロは対象を取る効果から守られます。非常に強い。見るがいい。あ、モンスター効果ブリ金魚、なるほど。ブリ金魚なるほど。これあれですか、レベル4を2体並べてワイゼのサーチってシンクロキラーですか。やばいですね。僕のチューニングガムの効果とフォーミュラシンクロンの2回の変身の効果止められるんですか。モンスターをエクシーズ、ギアギアントクロス、なるほど、いいでしょう。ギアギアントクロスはいいぞ。モンスター効果発動。ギアギアントクロスの効果いいだろう、いいだろう、許してやろう、そんぐらいは。はい、飛行艇ワイゼルインフィニティ、はい、ワイゼルインフィニティ、ワイゼルインフィニティで出てくるか。これシンクロキラーだろ。分かってんだよ、もう知ってんだよそれは。はい、いいですよ。シンクロモンスター、いいですよ。どうぞ。チューニングガムの効果発動。チューニングガムの効果によってお前の対象に取る効果から守るぜ。あ、今変身すればだったな。ちょ、ミスったわ、ごめん。手札から今シンプルに変身すればデュアルサモン、
何？デュアルサモン？なんだと？モンスターを召喚。ボムスパイダー。ああでもなんか結果おらいだわ。あぶね。大丈夫だ。ボムスパイダーの効果いいだろう。さあそのモンスターが破壊されて、俺のモンスターを破壊してくるかいいだろう。これはさすがに変身か。さすがに変身して、変身して。これさすがに変身だな。フォーミュラシンクロンのモンスター効果。これで俺はスターダストドラゴンにフォーミュラシンクロンをチューニング。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。改札ミッションアレアクセル進行。集いし夢の結晶が。わからせてやるぜプラシド。絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばして。ギリギリの思いつないだら行くのさ。まだいんの？それはやばい。やばいそれは。ちょお前さ、どんだけパクりたいんだよ。やばい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 。やっば。あ、待って。でもちょっと待って。あれこれってさ、わかったこれ、この攻撃力が重視する。これ他のモンスター攻撃できんから、これあれなんじゃないか。ワイゼルを2体並べたらこれ攻撃ができないっていうことなんじゃないか。出たこれ、壁に起きた。やばい、これどうやって勝とう。待てよ、ワイゼルはこの攻撃力は自身の攻撃を装備した攻撃マップし、他の自分のモンスター攻撃できない。つまりワイゼルが2体入れてるから今相手攻撃できないんだ。時は満ちた、行くぞ。分からせてやるぜ。俺はバスタービーストのレベルを1個上げて4、5、6、6、 OK。 でバスタービーストを特殊召喚、そしてバスタービーストにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング。いけ、氷結界のリブリーナク。氷結界のリブリーナクの効果発動。氷結界のリブリーナクの効果によってオライオンとジャンクシンクロンとリフレクターも全部いらないから、これぶってってやって、パラララってやって、でお前のフィールド上のワイゼル、そしてギアギアンドクロス、そしてワイゼルをバウンスさせていただく。そしてオライオンの効果発動しない。いけ、ジャンクシンクロン召喚。ジャンクシンクロンの効果と、ジャンクシンクロンの効果によってレベル、これさ、ワンチャンなんかフォーミュラー出してもう一回スターダスト出すみたいなの言えんか。無理か。スターダスト2体入ってます。こうしてで、手札コスト回収すればいいから、鳥獣剣聖武蔵を新規の召喚。モンスターを新規の召喚。分からせられるぞ。5連打はできないが、上半身を真っ二つにすることはできそうだ。これワンチャンこれでしても無理だしな。私無理だしな。でこれこうするしかねえ。でジャンクコンバーターの効果も発動。ジャンクコンバーターの効果によってこれワンチャンないマジで無理か。チューナーしかさせできないもんな。こうするしかないか。さあこれによってジャンクシンクロン、もう一発いっか。ジャンクデストロイヤー、まんま殴ってもいいけど。一応シンクロ召喚するか。なんか奇跡起きてる。え、これ俺勝てんのこれ。なんか奇跡起きたんだけど。いえ、なにこれ。あ、あれか、あいつだな。ジャンク、ジェットロンだな。奇跡起きた。勝負には負けたがデュエルには勝ったぜ。神ゲー。